毎週火曜日が彫刻教室の開講日。お弟子さんたちがやってきました。教室では小学生から80代の方まで、老若男女、いろいろな立場、職業の方が勉強しています。あ、そうですか、はい、このあっちゃここでね、天然まで、はい、じゃあ普通の、はい、相手の技量に合わせて適切に指導し、彫刻の技術を伝えていく大川さん。すっきりするわ。目が知らんところがですね、はい、お弟子さんの中には現在本職の仏師として活躍されたり、指導者として彫刻を教えている方もいます。うちの先生、潜入やってるもんで、潜入でよく笑っててくれるもんでね、楽しんでやってますよ、なんていうのかな、むやみに手を入れないって言うんですか、一応全部任せて、それで先生いざとなると先生が手を出してくださる、入れてくださるっていうことで、すごく自分なりにできるような気がして、私はすごくいいと思います。大川さんは唐草彫刻学園での指導のほか、外部のカルチャー教室や通信教育でも指導を行っており、直接間接的に指導した人数は3万5000人以上にも上ります。仏像彫刻は大きく木取り、荒ごなし、荒削り、荒彫り、小作り、仕上げの順で作業が行われ、その後台座、光背を作り完成となります。仏像彫刻の基本となる全ての刀法を必要とする小観音像の彫刻を見ていきましょう。美しい仏像を彫るためにはより良い道具が不可欠です。彫刻刀やのみなど、大川さんが使う道具はおよそ300種類。中には子どもの頃から70年以上使い続けているものもあります。小刀、丸刀、三角刀など、さまざまな道具を使い分け、仏像の美しいシルエットを彫り上げていきます。まず木材に大まかな下図を描いていきます。使用する木材はヒノキ。ヒノキは建築材にも使用されますが、彫刻には300年以上経ち柔らかくなったものが選ばれます。下図に沿ってノコギリを入れ、余分な部分を切り落としていきます。縦と横がぴったり合うようにこう切らないと、こっちの方に傷を残すと後で非常に困るんで、絶対にこのピタッてノコが合うようにしなきゃいけないんですよね。だからちょっと 手前で止めておいて、筋叩いて取るくらいでちょうどいいんです。それが一番大事なことですね。切り込みを深く入らないように切り込み入れるってことですね。細部にこだわらず、全体的に彫り進めていき、形を作っていくのが荒ごなしの工程です。顎の下と足の部分を決め、少しずつ彫り出していきます。胴体の大まかな線を彫り出します。肩の部分を